はい、皆さん、こんにちは。いや、青が好きすぎて、青くしてしまいました。もうだいぶ色抜けたんですけどね。実は今日報告することがあって、あれ？なんか直樹マン、かっこいいパーカー着てない？なんとですね、前回の H フラクタラさんとのコラボに続き、今回は第2弾が発売されます。パチ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 ！本当ありがたいことに、前回めちゃくちゃ注文があったので、それに続き、今回はパーカーが白と黒、ボディバッグ2デザイン、スマホリングになっています。なんといってもこのパーカー、暗号のようなデザインなんですが、よく見ると、直樹マン賞とプリントされていて、この隠れシンボルデザイン、L なんかちょっと歪な形してますよね。実はここに、僕の顎が隠れていたりするんです。これめっちゃいいっすよね。そして A はアゴダクションされている僕、 O はフラワーオブライフ、 K は月、 I はテスラの要素が入っています。僕の動画を見てくださっているリスナーさんだったらピンとくるデザインですよね。さらに下には、 Are we living in the matrix？ 僕たちはマトリックスの世界を生きているのかっていう深いメッセージが入っています。今回もね、ガチデザイナーの方々とかなり話し合って、ただのグッズじゃなくて、みんなかっこよく着れて、また楽しめるアイテムにしたいなと思って、そういった願いを込めて作りました。冬の寒い季節に突入するので、ぜひ皆さん、ナオキマンパーカーで温まってください。今回も完全受注となっているので、11月23日より受注販売スタートです。販売サイトは概要欄に貼っておきます。また11月16日の19時頃に僕のグッズをインスタライブで紹介すると思うので、気になる方々チェックしに来てください。ここ最近、首里城が火災で燃焼して、その次に白川郷の方でも火災が起きて、世界遺産に登録されている場所が相次いで火災って、ちょっとなんか怖い連鎖が続いてますよね。なので、まあ今日は世界中の不可解な建造物を紹介しようと思ったんですけど、最近ちょっとそういうのが多かったので、今回は宇宙系にしたいと思います。宇宙の不思議を紹介していきたいと思います。気が遠くなるようなお話なので、体中の穴という穴から脳みそを垂れ流してください。いや、来たね。いや、でも本当にこれを考え始めると、気絶しそうなくらい頭がぼーっとしちゃうんですよね。ほんと不思議ですよね、この感覚。みんなも味わって。初っ端から難しいの行きたいと思います。みんな運命ってあると思いますか？宇宙ってより、この世のあり方についてなんですけど、1812年、ピエール・シモン・ラプラスという物理学者がある提唱しました。もしある瞬間における全ての物質の力学的状態と力を知ることができ、かつ、もしもそれらのデータを分析できるだけの能力の知性が存在するとすれば、この知性によっては不確実なことは何もなく、その目には未来も全て見えているであろう。どういうことかというと、物事には原因と結果があるように、それさえ理解してしまえば、その未来も過去も知ることができるという、まあ日常的な例で言うと、プリン1個食ったらこれぐらいお腹いっぱいになるなとか、2キロランニングしたらこれぐらい痩せるとか、ピタゴラスイッチのように連鎖反応を起こす感じで、まあこれはなんとなくじゃないですか。電車に間に合うようには何分前に家を出ればいいみたいな感じで、もうすでに僕たちもある程度未来を予測できてるじゃないですか。ただ仮に世界に存在する全物質の位置と運動量を知ることができるような知性が存在していたら、原子の時間発展を計算することができるから、その先の世界がどのようになるのか知ることができるということです。これをラプラスの悪魔と言います。どれぐらい強く押せばどれだけ動くのかみたいな感じで、これを原子レベルで分析することができたら、正確に未来を予測することができるということです。なかなか面白いですよね、この考え方。ただ未来だけではなく過去もです。宇宙の誕生からどのようにして惑星が誕生したのか、そしてどのように生命が地球に誕生したのか、もしこの世の超膨大な情報量を処理することができる超天才的なスーパーコンピューターが存在していたら可能かもしれないと。AI。 今後 AI がさらに進化したら、全ての現象を予測することができるようになって、完全社会が実現してしまうかもしれないです。なので、もしこれが本当だったら、自由意志がないということになってしまうんですね。ただまあ皆さん安心してください。20世紀に入って量子論が出てきたことで、この世の複雑な構造、世界に存在する全ての原子の位置と運動量が無限大だから、それは知ることは無理だということになり、ラプラスの悪魔という考えは古いものになってしまいました。ただこの認識はちょっと違って、量子論的に言うと、正確な位置と運動量というもの自体がないそうです。もうわけわからん、わけわからん。またこの世の情報量は無限かと思われていたんですけど、実際は有限だと量子論的には言われているので、それを分析することができれば、過去も未来も実は知ることができるかもしれません。まあ仮想現実みたいなもので、ゲームみたいに全てがコードでできていると。でもみんな一度は考えたことがあるんじゃないでしょうか。自由意志があるのかないのか。生まれてから今までの選択は全て決める
られていたもの、そしてこれからのことも全て決まっている。今こう考えている自分もあらかじめ決まっていたことで、みたいな、考えても一生終わんないやつ。みんなはどう思いますかね、この自由意志があるのかないのかについて。まあ個人的にはもし未来がね決まっていて自由意志がなかったとしても、まあ自由だと思いながら生きてたら、まあそれはもう自由なんじゃないかなって思ってますね。ちょっと楽観的すぎますかね。なんかまあ考え方の問題ですよね。まあスピリチュアル的な観点で言うと、もちろん自由意志はあって、それが人生の目的みたいなものなので、まあ安心してください。そしてここから気が遠くなるようなお話になっています。よくみんな箱の外から物事を考えろって言うじゃないですか。でも箱の外って何って感じですよね。それと同じで宇宙の外ってあるの？もうこの質問聞いただけで、頭痛が痛いし違和感を感じるってなりますけど、どんなことにも中があって外があるじゃないですか。家の中、外、もっと広げると地球、もっと広げると宇宙、じゃあその外は？でまあその外はあるのかないのか、まずは宇宙の仕組みについて知らなきゃわからないですよね。もともとは宇宙はどこまでも広がっていると考えられていたんですけど、20世紀に入ってエドウィン・ハップルっていう天文学者がある面白いことに気づいたんです。星たちを観察していると、それらは遠ざかっているように見えて、実際に分析してみると、なんと遠い銀河ほど地球から遠ざかるスピードが速いってことに気づきました。これはドップラー効果といって、救急車が遠ざかっていくにつれて音が低くなるのありますよね。光も同じようなことが起きてるんです。一つ一つの天体を見てみると、遠ざかっていると理解したんです。つまり宇宙が膨張していると。よくレーズンパンが例えで使われているんですけど、パンが宇宙でレーズンが銀河だとします。生地の状態から焼いたら膨張しますよね。そしたらレーズンも大きさは変わらないんですけど、レーズン同士の距離感覚は広がっていきます。けどまあその宇宙が膨張しているということは、その原点となる何かがあったということですよね。点となる始まりが、その点は全ての物質とエネルギーが一点に集中して、超高温超高密度のエネルギーの塊がインフレーションしたことで全てが形成されたと。まあ、これがビッグバン理論ですよね。このビッグバン後、僕たちが観測可能な宇宙を今回は一応宇宙だとします。観測可能な宇宙というのは地球が中心だとして、ビッグバン後のどの点であっても、その物体から放出された信号が地球まで届く十分な時間がある空間領域のことです。まあ要は地球が観測できる宇宙の範囲です。それが今では138億年ということになっています。例えば100億光年離れたところで天体が見つかったとします。それは100億年前にその天体が発した光を僕たちが今受け取っていることになるので、その天体はビッグバン後 138-100 で38年しか経ってない天体になります。その限界が僕たち地球人からしたら138億光年なんですね。ただ先ほど言ったように宇宙は常に膨張しているので、実際はもっと遠くで観測することになります。最も遠いところで464億光年ぐらい観測できるそうです。それ以上の宇宙の果てを知ることは現段階ではできません。ビッグバンがここで始まって、インフレして核融合してミスドでドーナツ食って、ピカデリで映画見てサノスやっつけて現在に至ります。ではその全てが始まる前のビッグバンの前には何があったのか。無という答えが最終的に来ますが、それはまあ最後に置いといて、一つは古い宇宙説というものがあります。宇宙はアコーディオンのように、ビッグバンとその逆のビッグクランチといって、宇宙は誕生と消滅を何度も繰り返しているという説です。あ、よく観察した金玉みたいな感じ。このサイクルを何十回も繰り返して今の宇宙に至ったという。確かビッグバウンスって言うんですけど、じゃあまあその最初のビッグバウンはどこで生まれたのか、なぜ生まれたのか、結局同じ疑問が生まれてくる。ブラックホールの中で生きている説。ブラックホールの質量と密度がマックスの状態に達すると、跳ね返って巨大爆発を起こすらしいんですね。しばらくして質量はクールダウンして、それらが銀河や惑星を形成するんですけど、まるでビッグバンのようですよね。実は僕たちはブラックホールの中で生きているのかもしれないです。もしそうだとしたら、僕たちの宇宙にもたくさんのブラックホールがあるじゃないですか。その中にもたくさんの宇宙が存在することになるので、その中にもその中にもその中にもと、結局無限が続きます。そして結局その原点はどこやねんと。では観測できていないその外には何があるのか。暗黒世界でヤバい生命体がたくさんいる。宇宙はどこに向かって膨張しているのか。宇宙の外は有限なのか、あるいは無限なのか。一説では実はどこにも向かっていないという答えもあるんです。宇宙の一番端に行ったとするじゃないですか。その先に何があるのかな。普通にまた戻ってくるらしいです。よく昔のゲームとかであったじゃないですか。画面の一番端に行くとこっちから出てくるっていう。風船にアリが乗っているとして、アリは上に行っても下に行っても右に行っても左に行ってもどの方向に行っても結局同じですよね。なので我々の宇宙には端がないことになります。ただただ膨張
張し続けるだけでどこに向かっていないっていう、ちょっと寂しくなる説、観測できていない宇宙の外側には何があるのかの説を紹介していきたいと思います。今と全く同じ世界でそのまま存在する、今僕たちが観測できている宇宙と同じように外にも同じ世界が存在しているということです。それは同時に僕たちのような生命体が外の世界にも存在しているということになるんですね。まるまる地球がもう一個あるような、なので考え方としては多次元宇宙論に近いです。もう多次元宇宙の話は何度もしているのであまり話す必要ないと思いますけど、全ての可能性だけ宇宙が存在していて、選択するたびにその世界にシフトしているということです。そしてもう一つ面白い説が、ダークフロー、暗黒流動の存在。2008年に科学者たちがある発見をしました。数百個の銀河団が時速360万キロで同じ方向に流れていると、なんと宇宙の外側に観測不能な未知の構造がそれを引き起こしているという説があるんです。この暗黒流動はその何かによって強力な重力で銀河たちを引き寄せているという、ビッグバン直後に物質の塊が宇宙の外に飛ばされたと仮説しているそうです。つまりこれも結局多次元宇宙論に繋がっています。僕たちの宇宙の中にもっとさらにでかい宇宙があるということなので。そして最後の説は、ビッグバンの前の世界、宇宙の果てにあるのは無。はい、お決まりのオチです。この何もないっていうのは本当に何もないので、何もないっていう概念もないんです。何もないっていうのは何かあるのが前提なので、その何もないもないんです。はい、物理も存在しなければ時間すらも存在しない世界です。まあこの宇宙、僕たちの今いる世界を作り上げることができたから、まあ高次元なのは間違いない気がしますけどね。また考え方としては、宇宙の外は何もないとします。というのも、この世界を作り上げているのは僕たちの意識そのものっていう考えです。宇宙があって地球があって僕たちがいるのではなくて、僕たち一人一人の意識の中に宇宙があるという考えです。まあ、これね、なかなか面白い説ですよね。個人的にはこれが一番有力だと思っています。皆さん的にはどうですかね。宇宙の果てはあるのか、原点はどこにあるのか、何だったのか、まあこれ多分現段階の人類の脳では理解できないんですけど、まあみんなの意見聞いてみたいですよね。みんなの意見聞いていろんなの組み合わせたら、なんか面白い説が生まれそうで。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。